皆さんこんにちは、ゆぽんです。皆さんこのね、机を見てどう思います？いやマジでね、本当に机がめっちゃ汚くて、口数はねちょっと減ってしまうかもしれないんですけど、今日はお片付けの方をしていきます。ほんで、明後日に棚が届くんですよ。なんか結構長めの、なんか横長、まあ、縦も長いけど家具が届くんで、まあ、それもね組み立てる動画を撮れたらなと思っていますので、次回も楽しみにしててください。もうとりあえず今日はねダイソーでね、なんかこういうもの買ってきたんで、机の模様替えというかそちらの方もやっていきます。まずこれね、机に置いてはいけないものが置いてあるんだよ、この上に。なんかね、もうこの色使ってなくて、今茶色使ってんだよね、バラン。どうすかこれ。あとね、引き出しもね、もうマジで汚いの。とにかくもうね、汚すぎる、今は。なんで今日はね、もうマジで綺麗にします、机の上を。こちら延長コードおすすめです。アクションどうすかな。で、あとなんかちょっとシールを集めすぎて困ってます、今。まあ、ちょっとね、溜めすぎたシールは置いといて、これはある方へのお手紙です。こことかも飽きたんだよ。あーやだ、ほこりがやばい。使ってないのがバレる。でもプリクラ出てきた。シール剥がしたい。これさ、あれだよね、これ商品にさシール貼ってほしくなくない？これみんなが共感すると思う。あれじゃねえ、これめちゃめちゃベタする。取らない方がいい、これ。そしてこれ何でもポーチです。ほんでこれ私の名刺がねこの中に入ってます。ゆうぽんって書いてあります。そう、この名、これあれよ、いつもお仕事の時にウームに行く時があるんですけど、その時に名刺交換って必ずあるじゃん。知らないと思うけど学生さんが多いからあんま知らないと思うけど、必ず初めましての方に「よろしくお願いします」ってやるんだけど、その時にいつも名刺忘れちゃって渡せないのね。ちょっとこれはねキットに入れとかないとね。で、2020のカレンダーはもういらないので処分します。え、これ入るんじゃん。これいいね、なんかここに置いてあった方がいいような気がする。ここに置いとこう。ね、この携帯使わないんだよね、これ。使わないけど、なんか何かのために使おうかなと思ってます。何だろう、何もない。おいいよ。いや、なんでこんなこのローチキあんの、これ。握手会だ。コロナの影響でね中止になったものばっかりだ。ローチキとかってみんな保管してんのかな。これ入ると思う？これ棚のところに。これ。あー、はい。入りませんでした。なんかないかな。なんか別にさ、白系統に揃えたいっていうつもりもないんだけどさ、なんか不思議と買ってるものが白だから白になっちゃうよね。ほら、またね、こうやってやるとね、流行りって言われちゃう。カビゴンはひどいの。白にはしたくないの。なんかそれじゃなくても、あとは真っ白だから今。あとこれね、レポチケね。これ動画で紹介したんだけど、すっごくおすすめ。ライブとか行く人とかね、おすすめ。ただね、あれだよね。最近ライブに行くときもないし、コロナとかで。あんま使わないもんね、今はね。だからコロナが収まったら使ってみてください。レポチケ。ユーポンレポチケって調べたら、多分その動画出るんで。俺はタクシーのティッシュあった。大事までティッシュここに置いとこう。もう何が大事ですか？ティッシュだから。いや、これは引き出しの中に入れるべき。
なんかね、実際ね、これは、なんかなんか引き出しの中一応こうやって仕切りあるんだけど、なんか仕切りの役に立ってないっていう話だよ。もうね、うち収納が下手くそなんだろうな、多分。うわ、最高。ぴったりぴったり。ここはレター、レターセット入らない。レターセットここでいいか。そうだ、結構ね、筆箱の行方がね、あれだから引き出しの中に入れればいいんだ。結構ね、マスキングテープね、整理してすごい減ったから、多分これ入りそうな気がする。引き出しとかに入れてたやつ見て、偉くない？絆創膏入ってる。マジね、絆創膏大事だよね。ここに置いとこう。インスタに載ってる、マジこれね、ポスターの量もなんかなんとかしてほしいよね。私はね、あのこの箱に入ってます。この箱、はい、ということで皆さん見てください、机の模様替え完成しました。いやね、なんかどう、最初と比べて結構綺麗な、なんかザラザラすんな机。いよし、机の片付けこれで以上です。いやちょっと次はねこの机の横に棚を置く予定なんだけど、そちらの動画もね、いつ、まあ動画いつになるか、そもそもまあ上げるかどうかもわからないんですけども、まあ、とりあえず今は上げる予定でいますので、上がったらぜひぜひ見てください。ですので、チャンネル登録と通知ボタンよろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぽん！バイバーイ。